はい、皆さんこんにちは、松崎でございます。本日はですね、前回じゃねえな、ちょっと前にですね、地震で新馬場手前で運転をやめざるを得なかったダイヤのね、続きをやっていきたいと思います。初めての挨拶、出発進行。車両もね、あの時と全く同じ 7260系でやってございますねえあの時は大変申し訳ございませんでしたね。途中で運転やめちゃって申し訳ございませんでした。品川です。 JR セコリオのお客様は乗り換えです。品川の次は青物横丁に停まります。途中駅の北品川新馬場へおいでのお客様は江戸駅で普通電車にお乗り換えください。この電車は急行の京急川崎行きです。羽田空港方面へおいでのお客様は途中駅の京急蒲田でお乗り換えください。まもなく品川に到着です。品川到着ですね。定時で到着できればいいんですが、ブレーキかける位置遅かったかな。ちょっと止まれない。でもおかしいおかしい。2段でこんなブレーキ良かったっけ。なんか上の方が段数多いからさ、段数じゃねえ、なんかブレーキ強いからさ、2段でも結構止まれんのかなと思ったら2段全然止まんないのな。びっくりするわ。草生えるぐらいブレーキ弱いわ2段は。初めて合図、出発進行。次、青物横丁停車。制限解消、制限40。箱根駅伝出場ランナーの駅伝で駅伝車に出力するため本日に限り急行京急川崎行きとなります。江戸中青森横丁新川進行新川京急蒲田京急川崎行きに停車をいたします。制限解消。羽田空港方面へおいでのお客様は途中駅京急蒲田でお乗り換えください。次は青物横丁です。やべ、青物横丁の次は立ち合い側に止まります。制限解消。プロジェクトためおいでのお客様は進行乗り換えです。あら、珍しく注意信号。あ、警戒だった。減速70進行。前回はね、ここで非常ブレーキかけられちゃったからね、今回は大丈夫だよ。ついても邪魔なんだけど。いや、このデータを作ってくれたね、人にはね、もっと頭上がんねえわ。なんでかって言うとさ、このデータさ、あ、やべえ、あ
今月さ、なんだよ、信号のさ、信号じゃねえや、撮り鉄のさ、無法者がさ、多いんだよ。これさ、警鐘鳴らしやすいんだよね、すっげー。運転手がどんだけ撮り鉄が危ないかっていうのがさ、よーく、運転手がどんだけ撮り鉄がさ、危ない行為してるのかっていうのがさ、運転手目線からわかるから、すごいんだよね。ってガチ邪魔だし、でもこのデータ出て、このデータ運転してから俺黄色い線の内側で撮影するのに絶対に心がけてる。今までもやってたけどさ、今までもやってきたけど、たまにハメ外しすぎちゃったところがあるから、なるべく今回は黄色い線の外側、なるべく今回じゃない、なるべくね、なるべくっていう風にやってきたけど、これ出てからは絶対に出ないにしてる。よいしょ、どこまで行けるかな。立ち合い側付近かな。立ち合い側、そうだね、平和島だと完全オーバーだから、立ち合い側で一回動画切るか。制限60、本線で進行。本線上内進行。制限解除、制限70、進行。立ち合い側の次は平和島に止まります。ご注意、大森海岸へおいでのお客様は乗り換える。制限解除、進行。おざよし、立ち合い側停車。これ何、急行って全然速度出ないね。まもなく立ち合い側です。立ち合い側の次は平和島に停まります。途中においでのお客様は通電車に乗り換えです。ブレーキ強いな、相変わらず。じゃあちょっと動画を止めましょうかね、一回。よし、これでよ。バンディカムだからね、10分で動画切れちゃうから、一回動画作り直さなきゃいけないんだよね。はい、セシブザー、よし、進行。このまま川崎まで行けるでしょ、ここまで来たら。あ、無理か、川崎は無理だ。また蒲田に切るのか、これ。次は平和島です。平和島の次は京急蒲田に止まります。路線にも大森町、船屋敷へおいでのお客様は折り返す。やっぱ高速駅は伸びないね、あまり。進行、大森海岸通過。進行。制限150号、本
ナー停車。まもなく平和島です。降りの際は足元ご注意ください。平和島の次は電気の途中行列のお客様は普通電車をご利用ください。若干遅れてる。でもまあいいんじゃない。これくらいなら許容範囲でしょ。おかしい。京急を運転しているはずなのに謎の許容範囲が生まれ始めてる。途中でタイムブザー。よし、発車時に15秒連発。おかしいな、105キロ出したはずなのにな。105キロ出したはずなのに遅れてるな。変だな。制限解除。進行。次は京急蒲田です。京急蒲田の次は京急川崎に止まります。空港線羽田空港方面へおいでのお客様と、途中駅の増式6号路でおいでのお客様は、一行、停止時オーバーした。オーバーじゃねえ、アンダーした。蒲田までは行けるな。あれ待って、なんでそんな時間かかってんの。え、おかしくね。マジか、そんな時間かかるか。進行。こっちでそんな加速、そうだ、増式までの間の制限があった。制限の場所、進行。京急川崎、この電車が終点です。進行。加速が
加速に入るまでが遅すぎる。間に合うか、あと4分ない、3分だぞ。制限90、制限30、違う25だった。そんな25とかあんのかよ。この先この電車の終点です。5番線到着、出口は左側です。電線関西区電子五島新田方面ご利用客様は下のホームにお乗り換えです。下り横浜方面の乗り客様は降りましたホームでお待ちください。でこの後16分海徳三崎口進行本線新津市行きです。普通列車その後17分唐津分港行きです。降りましたホームでお待ちください。場内注意制限40、お忘れ忘れませんけど今一度お確かめください。ご乗車ありがとうございました。この電車の間に合え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 制限オーバーした。間に合え間に合え、頼む間に合って、間に合え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 間に合う余裕、停車ミスんなきゃ余裕。はい、というわけで無事に京急川崎に到着いたしましたので、本日の動画はここも、あ、危ないでとさせていただきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。京急川崎終点に到着です。車内に忘れ物ないようご注意くださいまして、本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではまたどこかでお会いしましょう。バイバイ。